できなかったから、それにこうやって会場を飛び出せばプロデューサー心配してついてきてくれるかなって。今後のこと二人だけで話したかったんです。ここなら社長に聞かれないですよね。はい、迷いましたけど、僕この先もアイドル続けていくことにします。 そうですね。ドームを揺るがすあの大声援聞いたらまた心に火がついちゃって、女の子たちが騒いでくれてる間は頑張るのがきっと僕の使命なんですよね。<笑>僕も成長しましたから。ただ王子様の役を続けるのには条件があって、 ファンの前でこれまでそういう役演じても辛くなかったのは、その僕の女の子の部分ちゃんと認めてくれてる人がそばにいたからです。お願いです、プロデューサー、明日からも僕の面倒見てください。約束なんてどうでもいいです。これからも僕だけのプロデューサーでいてください。 他の人に目なんて向けないでください。冗談じゃないです。冗談でこんなこと言えるわけないじゃないですか。え、じゃあ。 プロデュースだけですか？もっと他の面倒も見てくださいよ。そんなの言わなくても分かるじゃないですか。 ああ、どうして仕事の話になるんです。僕が言いたいのはそうじゃなくて。 つまり可愛がってってことです。こんなこと言わせないでくださいよ、意地悪。さてと、これで僕たち公認かな。ファンの前でクールに振る舞う代わりにプロデューサーにはたっぷり女の子扱いしてもらいますからね。<笑>もう絶対に話しませんから。やっと見つけた僕だけの王子様。はい。